皆さんこんにちは、グロリチャンネルのグロリです。本日はですね、サムネにもある通りいい報告となります。チームが決まりました。まあチーム名とかね、そういうのも発表していくんですけど、その前に今シーズン契約満了になってから、いろんなチームのセレクションだったり練習参加だったり参加させていただいた中で、本当にクラウドファンディングだったり、もともとね一緒にやってた選手だったり、いろんな方の支えがあって、今回チームが決まるまでになったんで、本当に皆さんありがとうございました。早速ですね、チーム名なんですけど、北信越一部リーグの富山新庄というチームに移籍することになりました。富山を本拠地に置いてるチームですね。この移籍についてちょっと何個か分けてお話しさせていただきたいなと思うんですけど、まず、まあ、みんなも思ってると思うけど、 JFL から下のリーグに行った理由としましてお話しさせていただきたいなと思います。で、まず大前提、 JFL リーグから契約満了になった選手が JFL リーグに移籍するっていうのは結構なかなかレアなケースでして、まあ僕たちが去年 JFL で3位で結構まあ上の順位で終えたんですけど、契約満了になった選手で JFL 内で移籍したのは1人とかのレベルで、まあ本当にすごい厳しいところなんですよね。まあ今やったら J1 の選手が J3、 J2 の選手が JFL とか、こう2段階落ちするっていうのも全然普通にあって、まあ基本こう J リーグからっていう感じなんで、やっぱりなかなか満了になった選手が JFL 内で移籍するっていうのは結構レアなケースでもあって、で僕もそれは分かった上で、こう JFL とかのいろんなチーム練習参加とかセレクションとか行かさせてもらいました。行った中で、まあたまたまその僕の行ったチームの方がちょっと知り合いの方がいて、でまあいい風な評価は練習参加とかでいただいて、まあ1番手2番手の補強のフォワードは決まってるし、もう来ることも決まってるっていう、でまあ取れるけど3番手やでっていう話もしっかりしていただきました。まあ自分の中ですごい悩んで、この JFL リーグに残るっていうことってすごい大きいことやし、残りたいっていう気持ちもめっちゃ強かったし、まあ3番手からでも1番手取ってやるっていう気持ちも全然あったし、まあそこにこう移籍させてもらえるんやったらそうしようかなっていうふうに思ってたのもあったんですけど、まあいろいろこう自分の今後のことをしっかり考えて、ほんまに自分が上に行くためにどういう判断をしたらいいのかなってすごく悩んだ結果、やっぱりまあ試合の感覚もだいぶ鈍ってるし、まあ正直全盛期というか自分の一番コンディション良かった時とはもうかけ離れてるっていうのを自分の中で実感があって、まあその中で自分がしっかり中心となって試合に出ることっていうのが、自分がこっから先2年後とか3年後に J の舞台でやるとか考えたら、今年1年っていうのはそういう風な1年にした方がいいんじゃないかなっていう風に自分で思って、でその中富山新庄というチームがまあそういう風な補強の目で見てると、グローリーを使いたいという風にそういう風に言ってもらえるチームがあって、自分の中でそういう風に決断しました。なんで、まあ、JFL からは一旦落ちるという形にはなるんですけど、しっかり北信越一部リーグで結果残して頑張りたいと思います。まあ僕的には正直この契約満了になった時に、まあ、地域リーグ一部か JFL から声がかからないと、まあ、自分的には引退かなっていう風に思ってて、これからサッカー選手として上を目指すっていう風に僕はサッカーをやりたいと思ってるし、まあ、JFL で満了になった選手が正直言うとサッカーをしようと思ったら、まあだいぶ下げればね、県リーグとか都リーグとかに下げればサッカーは絶対できるとは思うんですよ。でもまあそっから J リーグに上がるっていうのは自分的にはあまり想像がつかへんし、それをこう嘘ではないけど、こっから僕は上がりますって言って YouTube を発信していくのは違うなっていうふうに思ったんで、まあ、本当に自分が上を目指せるラインから声がかからないと厳しいなと思ってて、でその中でやっぱこう北信越一部は上を目指せるラインではあるんで、まあ、だいぶ厳しいですよ、もちろん
もちろん厳しいし、JFL よりもさらに厳しいのは分かってるけど、上を目指すことを意識して今年頑張りたいと思います。まあ、今シーズンの目標なんですけど、まあ、やっぱりまずは JFL 昇格、チームで昇格すること、だいぶ苦しいシーズンを過ごしたんですけど、その選手にもこう声をかけてオファーをしてくれたチームにまず感謝してますし、そのチームを JFL に上げたいと思うし、でやっぱ JFL に上げるからには僕の結果が絶対に必要になってくるし、サッカー選手になってチームを勝たすような結果を残せずにここまで来て、悔しい思いもめちゃくちゃしてきたし、でもその中でもサッカー選手続けるって決めたからには、上を目指すために結果を絶対出したいし、ちょっと今までみたいにね、 JFL みたいにこう30試合ぐらいあるわけじゃないんで、リーグ戦が14試合ぐらいかな、勝っていった全社チケツっていうのがあるんですけど、まあほんまに年間通して10点以上は、まあ、しっかり結果を残して得点を重ねて、でチームが JFL に昇格するように、でその中でやっぱり自分の個人昇格っていうのも絶対に狙っていくし、俺はフォワードなんで前の選手なんで、やっぱり自分が個人昇格で声かかるぐらいの活躍しないとチームも上がらないと思うんで、絶対にそこはこの1年結果出せるように、この YouTube で皆さんにこう結果出してる姿を届けれるように頑張りたいなと思います。まあとりあえずほんまになんとかこうチームが決まってホッとしてる気持ちはあるんですけど、このシーズンもすぐ始まるし、今シーズンは結果にほんまにこだわってやっていきたいんで、皆さんにねその姿が届いて、少しでもこう勇気じゃないけど、応援しててよかったなとか、こいつ頑張ってるし頑張ろうとか、そういう風に思ってもらえるように、僕もめちゃくちゃ頑張るんで、皆さん今年も応援よろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では皆さん、バーイ。